ダニーの奥さんパムが亡くなったことがドラマのスタート。そんなダニーは DJ ステファニーミシェルを男手一つで育てるの。そこで義理の弟ジェシーと幼馴染のジョイと一緒に男3人の子育てがスタート。ダニーは同僚のベッキーと番組をスタート。ベッキーとジェシーが恋に落ちてゴールイン。ベッキーも一緒に住むことになった。ロマンチックだよね。ベッキーは妊娠、ビッキーが彼女の代役として番組に登場。今度はダニーがビッキーと恋に落ちて婚約したけど、ビッキーがお引越し、また一人に。ベッキーとジェシーの間には双子のニッキーとアレックスが誕生。ベッキー、ビッキー、ニッキーにややこしいな。もちろんコメットもいるよ。これは DJ の彼氏スティーブ。付き合ったり別れたりを繰り返してるの。これは近所に住んでるキミー、DJ の親友。大事なのは DJ ステファニー、キミーがフラーハウスの主役だってこと。この続きは Netflix でドラマをチェックしてね。